どうも、水曜ブルーの牧田足です。あ、蝶々発見。あ、はい、ということで今日はですね、三浦市の岬口にやってきました。もう2月なんですけど、もう今日ポカポカあったかくて、見てください、あれもう桜、河津桜も咲いておりまして、今日は虫捕りロケでございますなんですけど、まあ、僕が一人で虫捕りするよりも、まあ、誰かと、ね、こう一緒にした方が楽しいということで、今日はゲストに、あの岡山が生んだスーパースターに来てくるいただいております。どうぞ。どうも、水曜グリーンタクロです。久しぶり。お久しぶりです。元気だった？一応元気でやってますいやもう牧田君がね、こう、はい、助っ人でやってくれたんで、今日万全の体調でロケ挑めます。はい、1ヶ月ぶりぐらいだよね。1ヶ月ぶりぐらいです ね、大体ね。じゃあ行きましょうか。虫捕り行きますか。レッツゴー。ちょっと待ってね。本当に虫捕りやりたいんだけど、はい、これ放送日が2月22日2月22日お、にゃんにゃんにゃん、猫の日？本当に？なので、はい、虫網使いません。今日使うのその箱の中。箱の中。なんかある。ちょっと待って。せーの。あら、これって奥谷くんの専門じゃないんですか？一眼レフじゃないですか？僕でいいんですか？これ。はい。ということで今日は、はい、猫を取りに行きます。猫。はい、ということで城ヶ島にやってきました。やってきました。いや天気良くて、これもう海が間近で、ね、どう拓郎？もう本当にロケ日和ですね。天気も、いやもう最高だよね。本当に気分がめちゃくちゃいいけど、はい、どういるかな猫。なんかでもあれですよね、ここ猫がちょっと多いんですよね。そう、なんか関東の猫島って言われてるんだけど、今のところハトしかちょっといないから。いないんですよね。うん、聞いてみようか、ちょっとなんか。ここ猫島っていうのは聞いたことはありますか？猫が多いっていう島。猫島っていうのは聞いたことない。聞いたことがない。はい、ちょっと本当にやってます。すいません。すいません。あの僕たち今日猫を探しに来たんですけど。猫？ここ猫島って聞いたことあります？聞いたことない。聞いたことない。猫島なの？ちょっと本当に本当に猫島？ですか、今日は見られました？猫一匹も。猫。あ、こんにちは。ここ餌が豊富なの、貝とか。いますね、あれ。あれがスズメダイ。あ、でもそこ見え、あ、群がってる。ちなみになんですけど、うん、今日僕たち猫を今日見に、猫島って言うんですか？猫島は分かんないんだけどね、はい、あの真ん中の左肩にね、警戒心があんまなくきっと懐いのがいるね。5匹、5匹ぐらい。5匹、結構いますね。うん、いやー、あ、なんかいいですね、あっちの辺。こう景色が、あ、ちょっと声裏返っちゃった。いたあ、そこ越えちゃうかな。あ、行っちゃった。さっきの黒白どこ行ったんですかね。あ、いたあ、え、2匹いる。やっぱ2匹。すいません、ちょっとテレビ神奈川の猫の額ほどライドという番組なんですけど、ちょっと猫ちゃん撮影しても大丈夫ですよろしいですか？すいません、ありがとうございます。すごい懐いてる。もうこっちの子は今ちっちゃい時からずっとここにいるんだ。あ、そうなんですね。すごい、あの吸い殻入れが似合いますねき回りしよう。なんかいいな、この時間に縛られてない感じ。猫のたまんなく好きだな。何にも縛られてないから、ね、その猫を撮ってる自分も時間忘れちゃうな。めっちゃいい匂いする、マグロのツナか。なんかお腹空いてきた。あ、ごめん、なんでもない。取材交渉して大丈夫だったらお店にちょっと入ろうか。だってどこ見てもマグロ推しですもんね。マグロ丼返す。何屋さん行ってみる、ね、こんにちは。あのテレビ神奈川の猫の額ほどワイドという。あ、テレビ時々見る。本当ですか？その番組です。その
してるしてる、さっちゃん。そうだったらいいけど、だから。昨日も来た、はい。すいません、真ん中ねんちゃんも分かるだから。もうここに決まりでしょ。これから売り出しますから。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当によ、頑張れよ。ありがとうございます。本当によ、名前がそれ言われて変だよな。一応一番人気は三色丼。三色丼。じゃあもうそれかな。こちらがマルカさん一番人気の三色丼、三崎名物のマグロ尽くしです。僕は三色丼を、拓郎はネギトロ丼をいただきました。いただきます。醤油かけて、はい、ね、こんな山盛りになってるネギトロ、ほら、できます。美味しい。美味しい。タレがついたマグロいただきます。ちょっと。や、美味しい。めちゃめちゃ美味しい。美味しいですよね。すっごいボリューミー。もうトロットロだね。やっぱこれすっ。たまんない。じゃあちょっとすいません、ちょっと合間に味噌汁もいきますね。ちょっとめっちゃ美味しいんですけど。あ、味噌汁も、あ、でこれ味噌汁を挟んで、え、あれ何、猫じゃないよ。いや猫ではない。動いた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 。犬か。え、でもでっかくないですか。でかすぎない。拳が一緒ぐらいだ大きさ。だって拓郎よりもでかいんじゃない。可能性ありますよね。今素敵なワンちゃんがいらっしゃってちょっとワンちゃんの写真撮ってもいいですか。よろしいですか。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、本当に書いてる。インスタもやってる。すいません、チェックします。ありがとうございます。ありがとうございます。撮らせてもらおう。寝てるのかな。これ今お休み中ですか。性格はまったりな感じですか。まったりも噛まないですよね、まず。ああ、そうなんですね。温厚ですよね。温厚で。ああ、もうやっ、はい、ということで、はい、こちら漁港ですか。やってきましたね、漁港でしょう、間違いなく。あれ何、なんかサメみたいに尾びれが出てんの。え、何あれ。でもきっとさ、こんだけ魚がいるってことは、はい、これ打ち上がってるから、多分この近くその魚たちを食べに来る猫ちゃんも多分いるから。間違いなくいるでしょう。ちょっと行ってみよう、そっち。ちょっと待って、なあれカメラ持ってる人がいるよ。何撮ってるんだろう。あ、いっぱいいる。え、あれ猫ちゃんじゃない、あの自転車のさ。あ、猫、ほんとだ、めっちゃいる。ちょっと待って、すごくない。すげえ。わ、めっちゃいるじゃん。ここ来る、わあ、すごい、ま、みんななんかすごい、あ、ここやっぱ猫島なのかな。まったりしてる。あれテレビ映していい格好なの。あれは格好は大丈夫。この猫いいですよね。おしゃれっていうか。でも猫ってさ、表情が結構豊かだよね。ということで拓郎さん、今、はい、撮りましたけどどうですか。この写真で一言。はい。僕なんてここにいるんだろう。実は俺さ、先祖ライオンと一緒やねん。こんぐらい小さくなれば機内持ち込み可能ですか。うわー、家にスマホ忘れた。本当は牛なんですけど一応猫やってます。あ、ちょっと笑った、笑った , 笑ってくれた。ほなみちゃんから全然 LINE 返ってこないんだけど。もうコンビニ行くのだるいから、なんか適当に買ってきて。よし、誰も見てないな。しけもく探すか。もう耳かきないねんけど、どこ。おー、いいですね。はい。
すごいやっぱ隅っこが好きなんだね。ね。おお、いい写真じゃん。これで一言。はい、お願いします。喉笛噛み切るぞボンクラ。どうした猫。カシオペア座ってこれですかね。砂時計オリオン座。オリオン座。うわ、このこれいいですね、この眩しい。いやー、てか神奈川にこんなとこあったんだね。なんか地球を感じるようなさ。ねえ、僕らの悩みってもうちっぽけですよね。うん、ほら、海は偉大なりって言っております。この場所には猫ちゃんはいなかったので、2人で猫になりきって写真を撮りました。他のポーズもいく。どうです、僕たち猫になりきれてますか。はい、ということで今日はもう可愛らしい猫ちゃんたちをたくさん撮影させていただいて、はい、もう美味しいマグロ丼、はい、そして最後にはこのもう絶景、どうですか。もう本当に地球は偉大だ。はい、ということで、もう皆さんぜひ城ヶ島遊びに来てみてください。いろんなね、はい、発見が、うん、まだまだね、多分魅力見つけれると思うんで、はい、探していきたいです。頑張りましょう。ということで、以上、水曜日の牧田修斗、水曜グリーン拓郎でした。バイバーイ。バイバーイ。